ホンダは創業以来空への夢を持ち続けてまいりました。本田宗一郎が持ち続けた夢であり、3次元のモビリティである航空機業界への参入という夢の実現でございます。そして先ほど日本初飛来として到着したホンダジェットは、1997年に本格的に開発をスタートいたしました。ここ日本の皆様にこのホンダジェットをご披露できることを心より嬉しく思います。ホンダジェットは、ホンダの独自の技術を用いることによりまして、性能を高めると、あるいは燃費を最高にすると、快適性、それから品質、この4つを同時に兼ね備えた世界で最も進んだ小型のビジネスジェットです。これを成り立たせるために先進技術を開発してきたんですけれども、その最もキーとなるテクノロジーは、主翼の上にエンジンをつけるという、今までにない全く新しいコンフィグレーションを使ったということです。